家庭菜園ライフ。埼玉市で菜園をやっております斉藤と申します。今日は冬野菜を作る際の不織布の活用方法をご紹介していきます。皆さん、不織布という農業資材を使っていますでしょうか？不織布は日照時間が少なくなっていく時期にはとても有効な資材です。今まで購入して使ったことがないという方もいらっしゃると思いますが、今回ご紹介する方法を実行していただければ使い方が理解できると思いますので、ぜひやってみてください。最後に質問にもお答えしますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。それではまず不織布についてご紹介していきます。ホームセンターなどではこのようにロール状になったものが販売しています。また小分けされて切って売っているものもありますが、市民農園などを借りて栽培する方はカット済みのものの方が使いやすいかもしれません。こちらが広げた状態です。見ていただいて分かるように透けるぐらいの薄い資材です。しかし非常に丈夫です。簡単には破けません。ただし質が悪いものもありますので、あまり安すぎるものは注意していただきたいと思います。少し使っただけでボロボロになってしまうものもあります。いい不織布であれば何年も使い回せますので購入してみてください。この不織布は遮光率が 10% から 20% と言われています。ですからいろいろ用途が考えられます。不織布は材料が化学繊維でできております。紙やビニールでできたものは不織布とは呼びません。このように折り目もありません。折り目がなく1枚でできたものを、繊維状になってないものを不織布と呼んでおります。その点覚えておいてください。こちらは新しい不織布です。こちらは何回か実際畑で使った不織布です。少し土がついていますが、まだまだこのように使える状態です。使い終わったら水洗いをして泥を落として乾燥しておいてください。泥を落として保管しておけば何度も使うことができます。余分に不織布に穴や傷をつけたりしないで長持ちさせるコツです。何度も使って環境にも配慮してください。畑に物干しを作っておけば、ここに乾かしているだけで自然に雨が泥などを流してくれますので楽に管理できます。寒くなってくる時期にとても便利な不織布ですが、使い方をご紹介していきましょう。まず一つ目です。ベタ掛けという使い方です。年間を通じて不織布を使う作業ですが、種まきをしたところにふわりとこの不織布をかけまして、乾燥防止、鳥害の防止、これらの対策として使っていきます。ではこれを見てください。種まきしたマルチの上にふわっと不織布をかけます。乾燥対策にもなりますし、冬場の種まきであれば保温の効果もあります。そら豆やスナップエンドウなどは鳥が来て種をほじくり返すことがあるので、これを設置しておきますと鳥害の対策にもなります。使い方の注意点を一つご紹介します。あまり頻繁に畑に来れない方は U 字ピンなどをマルチと不織布の間に差し込んで少し浮かせるようにしてあげてください。このような感じです。こうしますと野菜の成長点が不織布に接することがなく育ちやすい環境になりますので、ぜひやってみてください。続いて2つ目の使い方です。遮光のために使います。これからの時期で言いますと、種の発芽後に強い光でまだ小さい葉が焼けないように不織布を上から貼ることで効果が期待できます。これを見てください。防虫ネットの上から不織布を貼っています。このようにすると遮光効果が期待できて、強い光で野菜の葉が焼けることがありません。このトンネルの中で今白菜を作っています。まだまだ葉が小さく弱々しいので、このように不織布をしてあげると強すぎる光を遮ることができます。冒頭で言いましたが、遮光率はそれほど高くありませんので、光が少なくなることでの悪影響は出づらいです。強い日差しがまだまだ続くような場合は、ぜひこの不織布を遮光資材として使ってみてください。続いて防虫対策です。
2つほど使い方があります。防虫ネットの代わりに使うことです。もう一つはマルチと野菜の株穴を塞ぐことによって虫の発生を少なくすることです。不織布は見ていただいた通り隙間が少ない資材ですので、防虫ネットの代わりに使えば虫の侵入を限りなく減らすことができます。ただし通気性が少し悪くなりますので、空気の入れ替え、換気作業が必要になるかもしれません。作業効率は悪くなるかもしれませんが、ぜひ使ってみてください。これをご覧ください。長さは少し足りませんので、もう少しサイズが大きいものが必要ですが、防虫ネットと同じようにこのようにトンネルの形にかけます。特にハムシなど細かい小さな虫はこの不織布によって入りにくくなるので、かなり効果は期待できます。続いてはこのようにイチゴでの使い方です。株元のこの穴の部分に不織布を入れてあげますと、ナメクジやダンゴムシが出てきてイチゴの実を食害するのを防ぐことができます。合わせてイチゴの場合はもう一つ効果が期待できます。マルチの部分にイチゴの実ができますと、暑さやマルチの上に溜まった水でイチゴの実が潤んで柔らかくなってしまいます。不織布の上に実がなるように不織布を設置していただければ美味しいイチゴが取れますので、ぜひやってみてください。この使い方はかぼちゃやスイカなどの座布団としても使えます。薄い不織布であれば何枚か折って重ねて使うことでしっかりした座布団になります。ぜひやってみてください。最後は野菜を囲むあんどんとしての使い方です。冬になってきますと冬越しをする野菜が出てきます。代表的なものでいうとスナップエンドウやサヤエンドウ、そら豆などがあります。防寒対策をしてあげないとうまく冬を越せずに枯れてしまうことがあります。その時に作物の周りにあんどんを設置していきます。こちらを見てください。今防虫ネットであんどんを作っていますが、不織布でやっていただきますと防寒効果や風を防ぐ効果が期待できます。網目が少ない分しっかりと寒さ対策になりますので、不織布を試してみてください。私の近所の小松菜やほうれん草を作っている農家では、小松菜やほうれん草を種まきしたらベタ掛けのまま収穫まで迎えてしまいます。防寒対策や鳥害の被害を減らすために活用しているようです。皆さんもいろいろ考えて工夫して使ってみてください。先ほどお伝えした通り、防虫ネットよりもキメが細かい点がメリットです。害虫の被害が多い方や日差しが強すぎるシーズンでは不織布をうまく活用していただいた方が成功率が高まりますので、ぜひ使ってみてください。それでは質問コーナーです。こちらのホーム玉ねぎの動画にコメントをいただきました。プランターで栽培していますが、マルチをせずに防虫シートと不織布をかけています。敷きわら必要でしょうか、というコメントをいただきました。敷きわら自体がゴミになってしまう可能性もあり、少し手間が増えるかなと思います。乾燥防止という目的であれば、今日ご紹介した不織布や防虫ネットで十分効果があると思います。今使っていただいているのであれば、そのまま継続して使ってみてください。今日は秋冬野菜の不織布の使い方をご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。